それでは時間になりましたので開始させていただきます。これよりツインモーション実践テクニックセミナーを始めさせていただきます。私は本日セミナーの進行を務めさせていただきます、ユニマットリックの梶沢です。よろしくお願いします。そして弊社 YouTube チャンネルリック TV でもおなじみの溝井が参加させていただきます。溝井さん、よろしくお願いします。はい、溝井です。よろしくお願いいたします。改めまして本日のタイムスケジュールについてですが、こちらになります。1時10分から2時20分まで約1時間となっております。最後までご視聴いただければ幸いです。 Zoom ウェビナーチャット機能で質問を受け付けさせていただきますが、時間の都合上セミナー申し込みの際に事前質問をいただいた内容を優先的に解説させていただきます。本日ご視聴いただいている環境により映像や音声に乱れがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。それでは本日の特別講師、有限会社エクステリアの森、三好さんをお呼びしたいと思います。三好さん。はい、エクステリアの森、三好です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三好さんにお話しいただく前に、本日ご視聴いただいている皆さんの中でツインモーションがよくわからない、まだご使用したことがないという方もいらっしゃると思いますので、溝井さん、簡単にツインモーションをご紹介お願いします。はい、じゃあ簡単にツインモーションを紹介させていただきます。はい、はい。ツインモーションは、アメリカのゲーム会社エピックゲームズという会社が、開発したソフトウェアになります。はい、代表的なゲームだと、世界的に本当に有名なんですけども、このフォートナイトというゲームが非常に有名で、そのエピックゲームズが開発した、ツインモーションですね。こちらの使い方ですが、まずリックCADで、モデルを作りまして、そのまま、ツインモーションにモデルを連携させることができます。でツインモーションの方では、高品質なパース、静止画ですねと動画、パノラマ、VR が作成できることができます。で非常にこのゲーム会社が作っただけあってですね、操作が非常に直感的で、処理が早い、でなおかつ高品質なものが特徴になっております。はい、じゃ続いて、そのツインモーションで作ったものですね、ちょっとご覧いただきたいと思います。はい、でこちらが今出ているのがツインモーションで作った、パースになっております。もともとのモデルはリックCADで作っております。はい、こういった高品質な動画ですねが、手間なく、簡単に夜景も簡単にできるようになっております。さらに VR とかですね、こういったパノラマも作れるのがツインモーションとなっております。はい、簡単ですがツインモーションの紹介とさせていただきます。溝井さん、ありがとうございます。それでは本題のセミナーに移ります。ご覧いただいているのはリックパースコンテスト2021総合グランプリを受賞された三好さんの作品で、ツインモーションが使用されています。今年の6月に弊社オンラインイベントのパーステクニックセミナーでは、受賞作品のテクニックを余すことなく解説いただきましたが、本日は実際の業務や実物件でどのようにツインモーションをご利用されているのかお話しいただきます。まずは有限会社エクステリアの森さんのこと、三好さんご自身のプロフィールを教えてください。三好さん、よろしくお願いします。はい、ですね、エクステリアの森は、山口県で戸建て住宅の外構工事を行っています。で僕は普段ですね、営業設計施工管理を行っています。打ち合わせや図面作成、あとは現場の段取りなどですね。で請負い形態は基本的には住宅メーカーさんがメインで、95% 程度です。あとは時々エンドユーザーさんも請け負ってます。で業界経験は11年で、リックCADも当初から使用してますので、CAD 歴も11年になります。はい、ありがとうございます。本日はご視聴の皆さんからも多く質問をいただいておりますので、その中からいくつかピックアップして皆さんの代わりに私が質問させていただきます。三好さんはどれぐらいの期間ツインモーションを使用されてますか？使用歴を教えてください。はい、約3年です。ツインモーションのバージョンだと2019からです。はい、ありがとうございます。今この背景に出てる
このパースですけども、これはなんかツインモーションを触りたてぐらいの頃に作られたとか聞いてますけど、うん、実際そうなんでしょうか。あ、そうですね。使い始めの頃の作品になります。はい。とは思えないくらいすごいクオリティですね。うん、そうですね、はい。はい。ありがとうございます。では続いてですね。ツインモーションはリックでサポート対象外の製品になってるんですけれども、どのようにして覚えられたか、取得方法を教えてください。はい。初めの頃は、ウェブや YouTube を参考にしたんですけど、今は何も見ず、独学でやってます。おお。独学なんですね。もう全然何も見ないんですね。うん、何も見てないですね。何も見てないですね。はい。はい、すごいです。はい。はい、じゃあ続いてですね。こちらも多く質問いただいてました。普段の業務でどれぐらいの頻度で利用されているか、提案率について教えてください。はい、今は 100% です。で、理由は、クオリティを重視しているんで、リッカードとツインモーションの仕上がりを比べた結果、今はそうしています。はい、ありがとうございます。今、じゃあ、リッカードではもうレンダリングはしないということですね。そうですね、今はしてないですね。100% ツインモーションで、パースなんですね。はい、100% です。はい、今、お話でクオリティとあったんですけども、ちなみにお客様の反応とか、あと例えば住宅メーカーの営業さんの反応ってですか？はい、そうですね。お客さんの反応は、ありがたいことにすごくいいです。はい、で特にハウスメーカーさんの営業さんからは、契約率にもつながるっていう話を聞いております。おお、はい。よくわかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてで、先ほどツインモーションの利用率は 100% ということだったんですけれども、提出物としては静止画だけでしょうか、動画もでしょうか、そしてお金はいただいているのかなってちょっと聞いてみたいんですけど、いかがでしょうか。はい、ですね、パースのみです。そんなに手間もかからないで、無料でやってます。おお、なるほど、はい。動画はどうですか、ムービーですね、動画。動画はですね、時間かかっちゃうんで、はい、今はやってないです。はい、パースだけでも十分提案できているんで。なるほど。はい、パースだけで十分なっていうことですね。満足いただいているということで。はい、そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、続いてです。はい、ちょっとストレートな聞き方をしますけれども、三好さんにとってツインモーションはどんな存在でしょうか。一言でお願いします。はい、もう仕上げ用のソフトです。仕上げですね。仕上げです。レンダリングですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。こちらが最後のインタビュー内容ですね。はい。三好さんのパソコンの動作環境を教えてください。はい。じゃあ、これ先にちょっと私の方から。はい。事前に、三好さんのパソコンの動作環境は聞いておりました。で、上段の方にあるのが、一般のツインモーションの動作環境です。で、のスペックは高くないとダメなんですけども、CPU、メモリ、グラフィックとありますが、CPU でいうと、Core i7 以上、メモリは 16GB 以上、GPU、こちらグラフィックカードになりますね。GeForce の RTX シリーズ以上ということが、動作環境、お勧めしてるということになるんですが、下の段ですね、こちら三好さんの環境になると、スペックがやっぱり高いんですね。CPU ですと Core i9、メモリ 32GB、GPU は GeForce の RTX 3080Ti というところで、もうスペック高いんですけども、これ三好さん、最近パソコン買われたと聞いてますけど、最近ですね。あ、そうです。最近購入しました。はい。非常にスペック高いんですが、支障なければ、大体いくらぐらいのパソコンだったんですかね。大体40くらいですね。もうやっぱりそれくらいしますよね。はい。やはりスペックのところはなんていうんですかね、スペックはやっぱり高いスペックでも使われるっていうのを決められてるとか、そういった理由でしょうかね。そうですね。はい。ありがとうございます。で、ちなみにパソコンのもう買い替えのサイクルって大体どれぐらいなんですかね。3年とか5年とかあると思うんですけど、だいたい4年ぐらいで、ね、4年ぐらいですね。はい、うん、で、ある程度その時期の上位機種を購入されているって形ですね、うん、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、で、こちらのページは、ツインモーションの、動作環境
ホームページから抜粋したものになります。赤枠で書いてるんですけども、まあ、最小要件とあと高性能要件と、まあ、2つあります。でページの方を見ていただくと、分かりやすく、書いてあるんですが、まだスペックの方ちょっと分からないって方も、まあ、いらっしゃると思いますので、その際は、最寄りの、リックの営業所まで、ご連絡いただければと思います。はい。はい。三好さん、溝井さん、ありがとうございました。それでは、三好さんの実践テクニックを、ツイモーションの操作を交えながら解説していきます。ツイモーションの操作については、皆さんにより理解を深めていただくために、事前収録を行っております。まずはじめに、リックCADからツイモーションへ連携させて、昼、夜のパーソ作成について基本操作をご紹介いただきます。ここでは皆さんからの質問も多かったツインモーションで素材、材料が明るく色飛びしてしまうという対処法についても解説いただいております。二つ目は、三好さんおすすめのライブラリ拡張機能、キクセルメガスキャンズです。では、早速ご覧ください。どうぞ。このリックCADのデータを、ツインモーションの方に持っていきたいと思います。はい。はい、じゃあまずはメニューバーの、ツインモーションというのがありますので、ここダイレクトリンクというのがありますので、これを押していただきます。はい、来ました。はい、じゃあこれでプランが読み込めましたと。はい。デフォルトこんな感じですね。はい、今地域とかで言うと、まあ、ヨーロッパかな最初、うんうんうん、日本の方に持っていきたいと思います、はい、東京に今しました、はい、であと、まあ、ここで設定しておくと、あとカメラを何台か置いてもこの設定が反映されるんで、まあ僕はちょっと10時ぐらい、うんうん、個人的に4月、はい、三好さんは4月が多いんですか？僕4月が、はい、4月の10時、はい、ここがなかなかいいパースの作り方っていうか、はい、好みです。はい、はい、分かりました。であとはここのインターロッキングがちょっとあんま好きじゃないので消します、うん、で背景はまあお好みなんですけど、はい、これで地域設定時間終わりました。で次に、カメラを置いていきたいと思うんですけど、まあ、ちょっと一つアングルを決めて、この静止画作成というやつを押すと、はい、ここにカットができます。するとちょっと比率とか変わっちゃうんで、まあ、ちょっと一回微調整しますね、うん、アングルを決めてもらって一回更新します。この丸いボタンを押してもらうと更新されます。で右下にこのみたいなやつを押すと、ここです。ロケーションというのを押してもらうと、方位が変えれますので、太陽の向きですね。うん、これを変えていきます。それでお好みの位置に持ってきます。あとはこれをまあ撮りたい数作っていきます。まあ、僕は普段6カット撮るので、まあ、6も作ってますね。まあ、1個ずつ設定を終わらせてもいいんですけど、まあ、最初にカメラの置く数を決めてもらって、あと微調整した方がまあ楽です。でここで太陽の向き変えていきます。そして一通り作るとまあ、全体のパース作成のイメージが作れるかなと思いますね。でちょっとこの角度かぶってるようであれば、まあ、型を変えてあげたらいいですよね、うん、変えたらまたこの更新ボタンを押します、はい、でちょっと太陽の向きも変えます、はい、こんな感じで色が薄くなっちゃってるので、ちょっと色を濃くしたいなという時はこれを一つずつ選んでもらって、
ここで色の濃さが変えれますので、色とかをしてもらうと、こんな感じで、濃くなりましたね。濃くなりましたね。はい、あと、色もここで、もう見ながら変えれますので、お好みのところで変えていただきます。レンダリングとかはする必要ない。はい。これは一通り、ちょっと、やっていきます。まあ、基本的にはちょっと全部薄くなってる感じなんで、ここの色を下げるんでもいいですし、例えば道路選んでいただいて、まあここでもまあカラーで変えます。もしくはこっちの詳細ボタンを押すとコードってボタンがありますね。これの上下でもある程度変えます。変わりますね。はい、変わります。はい。私はコードを使うタイプなんですけど、はい、毎回やっぱツイモーションに一回連携させると、はい、色がやっぱり全体的に明るくなっちゃうんですよね、このマテリアルの色が。うんうん、 そうですね、それを、はい、三好さんもやっぱり少し色を抑えたいということで、うん、今の操作をしてるっていう形ですね。はい。はい。あとはちょっと補足で、このグランジってやつをちょっと、はい、ちょっと、はい、なんですか、こう、エイジングじゃないですけど、うん、はい。こんな模様がちょっと出てきます。やりすぎるとそうですね、目立つんで、ちょっと自然にムラが出るような感じです、ね、はい、色ムラ一辺倒というよりは、はい、そうですね。なのでやるんだったら道路とか、まあ、ブロックとかですかね、外壁にやっちゃうとちょっとくどくなっちゃうんで、こんなのないよってなっちゃう、はい、まあ外壁はおすすめしないですね、うん、でこういう設定を、まあ、全部一通りやっていって、で最後、これを保存します。で一番下のエクスポートってやつ押してもらうと、ここに静止画ってやつで、これを押していただくと、今カメラ割りで保存したやつがこれ全部出てきます。全部保存したい場合は、まあ、全て選択押してあげると、まあ、全て選択されますので、このまま保存されます。あれ何秒って出てますけど、もう何秒で終わっちゃうんですよね、これね。そうです、もう秒で、もう終わりました、秒で、はい、すると、はい、ここに全部、うん、早いですね、早いです、うん、はいはい、感じ。こんな感じですぐ保存ができます。ということで、まあ、複数枚のパースが本当に短時間でできたのがツインモーションなんですけど、やっぱり夜のパースも早くできちゃうので、その辺も三好さんに解説いただきながらやっていただこうかなと思います。はいはい、分かりました。ちょっと簡単なすぐできる夜のパースを作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、じゃあまた一旦カメラを置きます。はい、今ちょっと微調整していただいて、更新ですね。はい、で次にですね、ロケーションっていうところも打っていただくと、はい、この時間が変えれます。なのでこれをまあ夜にしてあげる、日本に持ってきます。東京ですね。はい。はい、東京に。で、これ時間変えると、この昼とか夜変えます、ね。はい。これもスライドで。そうですね。書いていただいて。はい。はい。大体20時ぐらいにするともう、まあ月でも変わってくるんですけど、まあある程度暗くはなります。やはり4月なんですね、三好さんは。4月です。4月の、はい、8時ですかね。8時。はい。新芽が出る頃で。で、ここの方位でもこの月の向きが変えれますので、明るさ向きが変えれます。はい。はい、で、あとは、ちょっとこのままだと暗いんで、家の窓を簡単に夜の感じにしようと思うとですね、マテリアルっていうのがありますので、これを押していただくと、一番下の方に行くとですね、ネオンっていうのがあります。これを押していただくとこんな感じで光るマテリアルが
まあ、いくつかありますので、まあ、おすすめはこのネオン1かネオン2ですね。ちょっとあの暖色系と寒色系です。まあ、2の方がちょっと暖色になって暖色よりですね、はいはい、でこれをですね建物の窓ガラスにドラッグアンドドロップを持ってきます。はい、多分これだけで。おー、すごい。あります。でこれだとちょっときついんで、あとは微調整していただきます。はい、まあ、ここグローってやつが光の強度なんで、これも上下していただくとこう変えれます。でかなり下げると現実的ですね。そうですね、はい、で結構強いんで、もう一桁とかでも10ぐらいでもいいですね。これでも十分かなと、はい、ここはお好みで変えていただいて、ここは7ぐらい、はい、じゃああとは照明を、ここにライトってありますんで、はい、まあ、ここに、まあ、丸い光源とスポットライトあります、うん、これもこう持っていってくるだけですね。こうやって上に持っていくと、うん、あ、今角度変えてるんですね。はい、角度、はい、変えてみます、うん、あとはここで色とかですね、角度、うん、まだ強度も変えれます、ね、これ強度はもう単純に強くなります。上げる。おお、はいはい。三好さんはだいたい強度とかの設定値って決めてるんですか？結構照明の種類と位置でも変えるんですけど、あんまり強くしちゃうとちょっと現実っぽくないんで、はい、100から200ぐらい、ぐらいですね。こんな感じです。あと角度変えますね。絞ったり広げたり。うん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 。お、色ですね。これも、はい、下げれば暖色ですね。赤っぽく、うん、上げると青っぽくなってきます、うん。まあ、夜だと2000か3000くらいですかね。3500くらいですかね。何くらいですかね。まあ、ここはお好みでやってもらうといいと思います。また新しく置くこともできますし、今の掴んでシフトを押しながらこういったずらしてこれコピーとかインスタントっていうのができます、うん、はい、インスタンスってやつにすると、はいはい、これ完全なコピーになります。これ何かっていうと、うん、先ほどのこっちに置いてるやつとこっちに持ってきたやつ、これが連動してますので、設定をいじってあげると両方変わります、うん、はい、両方同じように変わってきます。なるほど、うん。ただ先ほどのもう一回シフトをしながら持っていって、はい、こっちのコピーってやつを押すと、これがこっちがコピーなんですけど、こっちは独立で設定が変えれます。こっちだけ、他の2つは連動してないです。なるほど。インスタンスって方は連動します。はいはい。なんで、まあ全部同じ設定で受ければあのインスタンスの方で持っていった方が、まあ、早くできますね、うん、はい。これ一部変えたい時だけですね、まあ、もしくは新規で打った方が早いかもしれないですけど。なるほど、うん、複数置くと、まあ、簡単に。そうですね、うん、確かに同じ照明の時はインスタンスを使って、うん、違う照明の時はコピーとかで光源で使っていただくとか、そういう使い方ですかね。そうですね、もしくは新たに使うとか、ね、使うとか、うん、はい。これでも簡単に夜のパスができます。あ、はい、今、まあ、環境光的に一つ置いたっていう形ですかね。そうですね、まあ、もしくはそのこちらのこの露出とか環境、ここでも変えますので、うん、はい、全体的な調整ですね、うん、全体的な調整ですね。あ、なるほど、はい、これで微調整していただくと、うんうんうん、まあ、お好みの設定になると思います。はい、こちらの夜のパースを、まあ、先ほどと同様に、まあ、保存していきたいと思いますので、エクスポートの方に戻っていただくと、まあ、出てきます、先ほどのカメラが、うん、はい、でこれ、まあ、全て選択でもいいし、まあ、選んでいただくと、まあ、選択された状態になってますので、まあ、エクスポート
はい、もうこれでできました。はい、早いですね。はい、うん、これですね、今のヘルパースが、はい、早い早い。じゃあそれではゆさん、僕は実際使われてる機能で、まあ、おすすめしてるとか、うん、はい、普段使ってる機能で何か紹介したい機能あればお願いいたします。はい、そうですね。じゃあ一番トップの画面にですね、はい、ここにピクセルメガスキャンっていうのがあります、はい、これ何かっていうとですね、はい、まあちょっと入ってもらうとすぐ分かるんですけど、押してってもらうと、まあ、いろいろ出てくるんですけど、はい、まあ、結構潜りますね、はい、はい、すると最終的にこのマテリアルが出てきます。はい、これは標準のマテリアルと扱いは同じですね。はい、標準のマテリアルが、まあ、いっぱいあると思うんですけど、はい、こうやってこうやると、まあ、すぐマテリアが変わると思うんですけど、はい、まあ、これの拡張版みたいな感じですね。はい、はい、キクセルですね。キクセルメガスキャンです、はい、これはおそらくツインモーションの2021からですかね、搭載されたの。そうですね、2021からですね、はいはい、でこれも同じように使えます。ただ、普通に使おうとすると持ってっても変わんないです、はい、うんうん、はい、これどうしたらいいかというと、一回ダウンロードを行います。あ、このダウンロードボタンですかね。そうですね、ダウンロードしてない状態だと、はい、このダウンロードボタンが表示されますので、はい、これを押してあげると、はい、こんな感じでダウンロードできます。あ、はい、はい、使おうとすると一回真っ白になって、はい、そこから変換されてこう変わります。うーん、はい、1回目だけは白くなっちゃうんですけど、あとはもう大丈夫です。はい、あ、こんな感じ。なるほど。ああ、最初だけってことですね。最初だけですね。1回目から、はい、通常通り使えるっていうこと。はい。はい、で、これも他のと同じように、いろいろ設定が変えれますので、はい、まあ、色とか大きさとか、自由に変えれます。はい。これすごい種類がかなりたくさんあるんで、まあ、そうですね。うん、いろいろ試して、かなり多そうですね、はい、はい、使いにくい点があって、まずはすべて表記が英語っていうのとですね、はい、ちょっとちっちゃいんで見にくいんですよね、これが何なのかちょっと分かりにくい、はい、で、最初にもあったんですけど、外部のサイトで載ってるやつなんで、はい、このインターネットでサイトを開いてやるとこんな感じで同じものが出てます。うん、見やすいですね、すごく、うん。すごい大きさも大きくなってますので、うん、見やすいです。ホームページなんで、この日本語にも変換できますので、はい、日本語に変換していただくと、まあ、コンクリートとか、表記が日本語になりますので、はい、まあ、ここを見ていただいて、はい、まあ、ある程度の文字の配置の位置とか、この辺かなっていうのであれば、なんか覚えてもらう感じです。わかりました。このツインモーションのフォルダ階層とこのウェブの方が階層がこう整合性が取れてるイメージですかね。そうですね、はい、はい、これ一番上ですね、このサーフェス、はい、サーフェスってやってるのかな、はい、ってやつが、まあ、表面ってやつですね。これ英語に戻してあげるとこれですね、表面、うんうんうん、はい、サーフェス表面です。で、ここ、まあ、これは読めると思います。アスファルト。はい。これ日本語するとアスファルトですね。アスファルト。はい。はい、で、階層的には、まあ、大体初めの辺にある。はい。これは順番は若干違うかもしれないんですけど、ちょっと違いますね。あ、そうですね。うん。順番は違います。ただまあ、スペルで覚えていただくと、ね、はい、こう出てきます。あと覚えておけば検索したりとかもできそうですね、うん、そうですね、ここで、うん、入力してあげれば、はい、こんな感じ出てきます。これマテリアル以外も、はい、立体的なアセットとかその辺もあったり。そうですね、最初に言ったりとか、ここで大きく種類が分かれてますので、
そういうまあオブジェクトみたいなやつが結構な数あります。いろいろ見たい場合はホームページの方を見ていただいた方が分かりやすいです。この 3D アセットアセットですね、はい、はいはいはい、バーッと出てきます。どこに、はい、まあ、いろいろあります、うん、英語にしていただくとスペルは同じです。サイト見ながらいいのがあったらちょっとスペルを覚えていただいて、はい、まあ、ダウンロードしていただければ使いやすいかなと思います。はい、おガス管とか、そうですね、いろいろありますね。エイジング感が強いそうですねでも毎回ダウンロードとか大変ですよね。そうですね、まあ、その場合はですね、はい、まあ、先ほどコンプリート、これもハートマップしてやると、はい、ハートマークのところに押すと入ってます。はい、お気に入り化されると持ってあると使えます、はい、便利に使えますね、はい、こんな感じですね、はい、はい、ありがとうございます。それでは三好さんのツインモーションの実例作品をこれから見ていきたいと思います、はい、これ実際の物件ですね、使ってる物件です、はい、まず1例目、めちゃくちゃリアルですね、うん、リアルです、はいはい、ありがとうございます。これツインモーションだけですか？そうですね、これはツインモーションだけで仕上げてますね。すごいすごい、本当に本当にツインモーションだけで思えないですね写真じゃないんですね、はい、写真じゃないですね、はい、本当ですか、はい、壁、塗り壁ですかね、この質感とか、うん、はい、全体的な空気感も本当に写真のようで素晴らしいです、はい、もう一例見ていきます。はい、こちらもすごいですね、すごいです、はい、このアプローチの石の側面とかかなりリアルですね、はいはい、あ、そうですね、はい、じゃあもう一例見ていきます。はい、はい、これもリアルですね、うん、はい、これ住宅はビッグキャドですか、それとも建物データ？あ、これは住宅は建物データになりますね。あ、住宅メーカーで使ってるキャドから連携ですね。そうですね、あ、はい、この床面のハケ引きですかね、これ本当にリアルで、うん、そのまんまのような、はい、写真のような動きです、うん、はい、そうですね、はい、はい、じゃあもう一例、はい、はい、これはアップのパースですけども、今4つの事例見てたんですけども、はい、まあ、全部共通しているのがこの窓ガラスの映り込みとか表現がすごい綺麗だっていうのと品質が高いっていうのをすごく感じて、背景ですかね、この空も多分ツインモーションの標準ではないのかなっていう気がするんですけども、この辺も背景は別のものですかね？そうですね、標準のプラスちょっと違う背景持ってきてます。なるほど、分かりました。でこの辺のリアルな窓ガラスと背景のもしテクニックあれば見せていただけますか？あ、わかりました。じゃあそれではお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、今から僕が普段行っているガラスの、マテリアル調整していきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、まずはツインモーション表示のマテリアルですね、はい、でここを潜ってもらってガラスでありますので、これクリックしていただくと、はい、まあ、ガラスがいっぱいあります。はい、今このクリアガラスってやつでいいんで、これを持ってってガラスを差し替えます。はい、はい、するとこんな感じになります。変わりましたね、はい、うん、あとはちょっと微調整をしていきたいと思います。はい、微調整ですね、うん、はい、ここで不透明度って言って、まあ、こんな感じでスライドすると変わりますので、はい、まあ、マックスまで鏡みたいになります。こんな感じですね、はい、でこれはまあちょうどいいところ、自分のお好みでいいんで。三好さんは普段この設定値、不透明度何パーぐらいでやってますか？70前後ぐらいですかね。70前後、見ながらっていうところで、まあ、70が基準でいうところですかね、うん、はい、あとは色、はい、色味です。今完全に外のこの背景の色に近いんで、 あとは青っぽくしたり緑にしたり、うん、こんな感じですね。ここで変えます。この色を入れてるんですね。そうですね、色を入れてます。あとは明るさ、おこれもお好みで自分の好きなので、はい、書いていただきます。はい、たら
こんな感じになります。はい、はい、ありがとうございます。おさらいですけども、はい、窓ガラスの設定は、ガラスのマテリアルをツインモーションでまず変えて、不透明度を大体 70% をベースに見ながら微調整をかけて、最後にこう色ですかね、空の色に合わせたり、そこで調整をかけて、はい、これだけですかね。そうです、基本的にはこれだけですね、ガラスの、はいはい、であと、まあ、ちょっとプラスでより反射を、はい、あのリアルにするやつがあるんですけど、お、はい、それがですね、実は一番トップに戻っていただいて、はい、下に一番下にツールってやつがあります、うん、はい、でこれをクリックしていただくと、まあ、リフレクションプローブですが、うん、はい、あります。またクリックしていただくと、はい、球体と、まあ、キューブ状の丸と四角です。あります、はい、まあ、これもどちらでもいいんですが、これを掴んで窓の前に持ってきます、はい、お、なんかもうすごいですね。もうすごいですね、鏡面がなんか効いてるように、するともうこの四角い部分が当たったところが、はい、反射がこんな感じで、おー、反射が強くなるんですかね。そうですね、周りのすごい反射拾ってくれます、はい、あ、なるほど。これでサイズをちょっと今キューブのサイズを大きくしたっていう、 この反射の見た目が変わってきますので、ここはもう本当お好みでやってください。これだけです。はい、はい、リフレクションプロすごいです。はい、すごいですあ、じゃあちなみにこれ、あの、ある状態とない状態見ていただこうと思いますので、はい、今ある状態ですね、この後ろのフェンスが映り込んでいる状態です、はい、でこれを一旦切ると見えなくなっちゃいます。おお、違うもんですね。ねえ、違いますね、うん、はい、おお、だいぶ変わってくると、なんか空間認識ができますね、反射することによって。じゃあ以上で、設定はこれだけで、一応窓の、うん、まあ、設定は終わりになってます。はい、こんな感じでしてます。ありがとうございます、はい。はい。だいぶリアルな窓ガラスが設定できるっていうのが分かりました。はい。じゃあ今ご覧いただいているのは三好さんのツインモーションの物件です。地平線がこう見えるような形で、あとちょっと林地とかですね、もうこう隙間が空いてるというか間があるっていう形で、で三好さん実際作ってるパースはこう間が埋まってるというか、やっぱ構図もしっかり取られてるんで、なんかこの辺の林地とかの取り扱いというか、この周りの背景のテクニックがあればぜひ教えてください。はい、わかりました。じゃあですね、一旦、はい、ツインモーションではなくて、まあ、リックキャドの方ちょっと行きたいと思います、はい、あ、はい、これ今一つプラン開いてるんですけど、はい、これはあの建物だけ作ってるプランになります。はい、はい、こんな感じですね。他のものは何もないです、はい、でこれをこの 3D 画面上で保存します。はい、ね、FBX ですね、はいはい、3DS とかじゃないですね。そうですね、 FBX、はい、保存します。はい、ですね、まあ、どこでもいいです、はい、とりあえずデスクトップ保存します、はいはいはい、そしたらここに FBX っていう拡張子のデータができますので、はい、ここでインポートってやつがありますので、インポート、はい、うん、ここで先ほどの建物のデータを読み込みます。ここですね、はいはい、インポートします。はい、するとこんな感じで出てきます。読み込みました。はい、うん、あとはこれを掴んでもらって、はい、こう動かせますね。もう好きなところに、こんな簡単にすぐすごいエッジ持ってこれます。おお、はい、でまあ一つじゃ寂しいんで、これまあ、はい、やろうと思えばいくらでも持ってきますので、あ、この FBX はもう何個でも取り込めるってことですね。はい、はい、まあ、もう一つプランちょっと作ってますので、お、はい、これも建物のデータです、はい、これもまたあのこの画面で保存していただきます。 BX ですね、こ
から保存します。はい、インポートですね。ここに建物に追加されましたので、はい、これを読み込みます。こんな感じでまた新たな建物が出てきますので、これをまた好きなところに。専門順序に取り込むとオブジェクトみたいな感じで一塊になるんですか？そうですね、一塊でも動かせます。ただこのフォルダー階層があるんですけど、はい、一番上の状態にして掴んだ状態だったら塊で動かせます。これを階層下に行って部分的に掴むと部分的に動いちゃうんで、分解もできちゃうと、はい、この三角を横向きにしてもらったら塊になりますので、はい、この状態でいいんですね、はい、するとこう建物が置けます。うーん、隙間を埋めるときはもう樹木をもういろんなところに置いていけば、すごく早いですし直感的にできます ね、 ですね、この撮りたいアングルから見ながら、はい、そうするとまあある程度埋まってくれるんで、これで背景作るとまあ、うん、おお、埋まりましたね、を隠すことができます、うんうんうん、はいはい、今解説入れながらですけども、実際実物件で作業される場合ってこの時間ってやっぱりそんなにかからずできちゃうんですか？そうですね、本当読み込んで微調整するだけなんで、一応、はい、時間的にあんまかかんないです。数分ぐらいでやってしまってる際、はい、早い、はい、うん、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。ガラス窓のテクスチャーの設定や背景、臨地表現について解説いただきました。続きまして、ここからの紹介はツインモーションを現時点でご利用されている中級上級者レベルの方向けの内容になっております。本日ご視聴の皆様から最も質問が寄せられた内容になるんですけれども、リックキャドからツインモーションへ連携するとツインモーションでは素材や商品が色が明るくなってしまう、光が強い、何か対処法はありますかと質問をたくさんいただきました。こちら冒頭の基本相談でも解説いただいておりますが、三好さん流のさらに効果的な方法をご紹介いただきます。はい、じゃあ三好さんなんですけども、ツインモーションの、テンプレート化で効率的にやってると聞いてます。はい、でこちらが三好さんのワークフロー、ちょっと事前に聞いてたんですけども、まずリックキャドから連携させる際に、通常ダイレクトリンクっていうリックキャド10にあるメニューですね、連携させるメニューを使ってツインモーションに連携させるんですけども、ここは三好さんがもうダイレクトリンクを使ってないですということで、連携させる際はこの下にあるように FBX、 さっき の、 動画でも出てきたファイルですね、こちらを使って連携させて、なおかつツインモーションのテンプレートを作って効率よくやってるということで、この辺のちょっとメリットについてお話しいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、ツインモーションで、まあ、テンプレート化しておくことで、まあ、毎回設定が必要な、まあ、位置情報や日時の設定、あとは材質の色調整が少なくて、まあ、大幅な時短が可能になります。で、はい、あとは FBX 連携はテンプレート化するために何かと便利なファイル形式になるので、ご紹介させていただこうと思います。はい、まずはこちらですね、建物の外壁やモン袖のタイル、あとアプローチの洗い出し、これらテクスチャーに関しては、色調整しなくても良くなります。続いてですね、はい、こちらの樹木や下草、これらオブジェクトに関しては、まあ、色調整は必要になります。ただ、まあ、あまり気にならない場合は必要ないです。はい、はい、では最終的にこの、初期状態から、まあ、色調整後の状態にするまでのメリット、はい、それはもう最低限の作業工程で済み、時間の短縮につながり、まあ、めんどくさいっていう気持ちがあまり
分かんなくなります。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、こちらの効率化、まあ、テンプレートの操作ですね、実際にご覧いただきたいと思います。これがプランで言うと読み込んだだけの状態ですね。結構白いかなと。はい、うん、薄いんですね、結構。そうですね。で、これをもう完全に色補正した後のプランが。全然違いますね。全然違いますね。はい。これ補正前ですね。補正後。うん、補正前。補正後、うん。結構違うかなと思うんですね。うんうん、ツインモーションに持って行った時に手作業で全部一個ずつ濃くしていくとは思うんですけど、一個ずつちょっと色を、まあ、濃くしてみたいな、うん、ね、これをまあ地道にやっていって、さっきの最後みたいな感じで色を合わせたと思うんですけど、この手間をだいぶ省けるというやり方なんですね。ちょっとオブジェクトはできないんですけど、まあ、テクスチャーに関してはほぼ色調整進み終わった状態で立ち上がった、すごい楽じゃないですか。はい、うん、これができます。まずはリックキャドでちょっとテクスチャー用のプランを一つ作ります。こんな感じで、うん、キューブ型に、うん、まあ形とか高さ、まあどんな形でもいいんですけど、とりあえずよく使う使用頻度が高いテクスチャーをこうとにかくいっぱい置きます。うん、で、あとあと分かってくるんですけど、この置いたテクスチャーをツインモーションの方で変更しなくてもいいような結果になりますので、ここの数分楽になるって感じです。こうやってコンクリートとか書いてます。この自然石ランバリーとか置いてますね。で、一応ここ分かりやすいように床のテクスチャーをバーって並べてます。で、ここは壁です。門柱のタイルとか、これ化粧分、化粧が、うんうん、よく使うっていうのはモノトーン系が多いですね。そうですね、白黒がちょっと個人的に好みな。なるほど。今はこれ壁なんですけど、あと道路関係、道路とか、まあ、遠赤、溝ぶた、白線、グレーチング、道路とかですね。これ白線オリジナルです。確かにあれですね、白線なんか少しない経年してますよね。なんか そうですね。はい。ト、はい、スのタタデモとか、うん、これはちょっと石ですね。石関係。これは何だ、アルミ。あとは、まあ、リクシスさんのクリエイタークとか。うん、あとはもうここからも家の外壁の屋根とか玄関ポーチとかですね。うん、窓ガラス、外壁、基礎。こんな感じで今置いてます。これをまあ一旦保存するんですけど、で、あとでツインモーションで開けるようにその FDX っていう形式で保存します。まああれですね、JPEG 保存とか DX 保存とかプラン保存みたいな感じで FDX っていう種類ですね。で、2D で保存しようとすると、ここのファイルの種類ってところには、FDX っていうのは出てこないんですよ。ただこれを 3D 画面でここに FDX もうツインモーション2020ってこう増えてます。で、これで保存を押すと texture.fdx っていうプランが保存されます。はい、これが第一段階です。で、リックキャドのプランの方でも同じようにこの FDX っていう形式で保存します。はい、でここまでがリックキャドの操作ですね。ツインモーションをテンプレートとして作っていく作業なんですけど、これが環境とかカメラをもう設定し終わった状態です。うん、まあこんな風に作ってこれ保存します。うん、でまたこれを新規で立ち上げて、はい、で、これにさっきの、プランファイルを、まあ、読み込む、この FDX ってやつですね。これにしたら読み込めるんで、読み込むと、もうこんな感じで、
設定し終わった状態で読み込めますね。でこれが第一段階です。これでももう使いだいぶ使いやすいはずです、うんうん、あの日本に持ってってとかカメラ置いて調整してとかがもう済んでる状態ですから、うんうんうん、設定し終わってます。はい、例えば僕だったら夜とかも一個作っとったらまあ楽です。うん、でこれが、第2段階です。次はあのさっき作った、テクスチャーの塊がいっぱいある、はい、FDX のプログラム、それを読み込みます。今の建物はちょっと忘れてください、はい、テクスチャーの読み込みます。するとさっきのがこう出てきます。ビッグキャドから読み込んだそのまんまですね。で、すると、まあ、読み込んだときは、もうみんな色が薄くなってます。ちょっと分かりにくいんですけど、まあ、実際は、これが、あの、実はもう色補正が終わった状態です。うん。濃いさとか、こう、全部変えてます。このテンプレート作るの、どれぐらい時間かかるんですか？ここがでもここが一番めんどくさいですね。時間かかる。そうですよね。量、テクスチャーの量が増えるほどその手間が増えるんで、うん、うん、やればやるほど楽になってきます。うん、当初はちょっとめんどくさいですね。はい。でこれを FDX で読み込む意味もちゃんとあるんです。はい。これをダイレクトリンクでしちゃうとめんどくさいことになります。うん。でこれ全部もう補正が終わったんで、これで保存してもらったらもう完成です、テンプレート。じゃあさっきのプランを読み込んでみましょう。なるほど、ここに読み込むんですね。はい、はい、でこのテクスチャー読み込んだままもう置いてる状態ですか、はい、はい、ここにあります。これは触らないで、でインポート、でさっきの外部のプランをインポートします。もう色補正ほぼほぼ終わってます、うん、色補正前と比べると、はい、だいぶ違う、これを読み込んだ状態、ただ読み込んだだけです、はいはい、でこっちも読み込んだだけの状態、オブジェクトはできないですけど、テクスチャーに関しても、うん、こんな濃いくしてます、うん、これデフォルトだったら一番上にあるんですけど、うん、全部こう修正してる後ですね、うん、オブジェクトも一括変換しとったら変えれます。取り込んですぐちょっと色飛んでるような感じで白くなってるじゃないですか、うんうん、はい、それよりもやっぱ濃さを出したいなっていうのをこう全体的にこうパキッとさせたいみたいな感じですかね。そうですね、ちょっと色が薄いと、うん、せっかく作った感じと違うように見えちゃうんで、うん、まあ、例えば料理作って鍋の中ではちゃんと味付けが完全にできてるんですけど、お皿に乗せちゃうとなんか味が薄くなってるみたいな感じで、あとからまた味足したりしないといけないと思うんで、その味足しがだいぶ楽になってるって感じですよね、うんうん、いいですね、今のは使います。今回のプランこれもう全部使ってるテクスチャー全部置いてるんで全部変わってます。このオブジェクトだけです、しないといけない。オブジェクトも単色であれば、単色であればできます。このフェンスでいうと柱とフェンスが色違ってたら、はい、まあちょっとやらない方がいいかもしれないですけど、全部、うんうん、アルミの単色だったら一括で変えとけばできます、うん、ここにもうちょっと増やしたいなと思ったら新たに違うテクスチャー、これで3色
増えたことになりますね、はい、でこれでもう一回さっきのこのテクスチャーのこれ保存で上書きするんですよ、うん、でその新しく上書きした FDX のデータをここでまた新たにこのテクスチャーの FDX、うん、これ更新するんですよ、うん、すると増えます。あ、リンクしてるんですね。ここリンクしてます。これ今から上書き保存します。はい、はい、ここに置いてたと思うんですけど、更新が増えます、はい、これで増やしていけるんですよ。お、すごい。でこの状態でまた色をこう、まあ、なんか適当に変えていったら、これで増えました。でこれで保存を押すと、今度これ持ってきて、このテクスチャーリックで使ってたの持ってきてもこの色に、まあ、同じことが。なんでこれ増やせば増やすほど楽になるんですよね。だから最初がめんどくさいです。例えば全部のテクスチャー作るとちょっと現実的じゃないですけど、現実の全部のテクスチャー持ってきて色調整しとくと、リックで作ったデータ持ってくるとオブジェクト以外は全部調整済みできます、うん、いいメリットはこれ今読み込みましたよね。これ邪魔じゃないですか。邪魔ですね。これ邪魔っすよね。邪魔です、うん、これ、まあ、まあ隠すこともできるんですけど、まあ、例えばこの状態でカメラを保存しておくと、例えばここで今消しても、うんうんうん、これで、はいはいはい、画像エクスポートしても、今消えてるんですけど、出てるんです、うん、こんな感じ。物理的にはなくなってないんです、そういうもんなんですね。あの、カメラ更新するとこのない状態でできるんですけど、うんうん、まあ、ちょっと邪魔くさいんですよね。これ実はこれダイレクトリンクでこれ作っちゃうとこれ消せないんですよ。これ消せるんですよ。お、これが一番のメリットですね。へえ、なるほど。まあこれが結果です。ってなるともうめちゃめちゃ早いです。あの、このテンプレート作っとって起動して読み込んだらもう気になるところだけすれば、うんうんうん、全部やろうと思ったら、まあ、基本オブジェクトは無理なんで、うんうん、1個ずつやればすごい手間ですけど、まあ、ここはいいかなと思ったらもうあんまり意地になくても済みます、うん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 、かなり時短っす。そうですね。これないと多分毎回すごい時間かかると思うんですね。で、めんどくさくなって使わなくなるかなと、うんうんうん、毎回はですね。これはめちゃめちゃ楽です。はい、はい、実践的なテクニック解説については以上となります。ここからの時間は皆様からの事前質問に回答する時間とさせていただきます。質問内容によって三好さん、弊社みぞより回答させていただきます。それではお二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは一つ目の質問です。はい、スリンモーションを複数のパソコンへインストールは可能でしょうかってことなんですが、こちらみぞさんからです。お願いします。はい、これ今ご覧いただいているのは、スリンモーションのサイトから、の FAQ ですね。そこを抜粋したものになります。複数のコンピューターにツインモーションをインストールすることは許可されていますかということで、同じエピックゲームアカウントを使用して、複数のコンピューターにツインモーションをインストールことが可能ですと、はい、回答がありますので、同じアカウントで複数のコンピューターにインストール可能ということになっております。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは続いて2つ目の質問です。分譲地50区画動画作成は可能でしょうかってことなんですけれども、ちなみに三好さんはこの規模の分譲地作成されたことありますか？あ、はい、あります。おお、さすがですね。水井さんの方でこれテストを行っていただいているってことでしたので、はいはい、ご質問いただきまして、ちょっと50区画までは作ったことがなかったので、あの物件作ってちょっと試してみました。で結論的にあの可能でした。
で今、物件はちょっとコピーでこう並べただけの物件をこれ50棟ぐらい並べてるんですけども、動画の尺としては、3分の動画を作るのに、動画の書き出し時間ですね、これがだいたい約15分ぐらいかかりました。で可能でした。で、私の使っているこのパソコンのスペックが下に書いてるんですけども、ノートパソコンを使ってまして、CPU は Core i7 で、メモリ 32GB、グラフィックが、GeForce の GTX1650 という機種を使って、大体15分ぐらいでできましたので、この辺お使いのパソコンによってこの書き出し時間が、早かったりちょっと長かったりということがあると思うんですけども、50棟区画は、動画可能です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて3つ目の質問です。来年以降のアップグレードは有料になりますかということなんです。こちらも溝井さんからお願いします。はい、回答させていただきます。はい、こちらアップグレードなんですけども、来年ですねの3月末までは無償アップデートが行えます。ですので、今のツイモーション、お持ちの方、プレゼントですねされた方、来年の3月までは無償でアップデートが可能となっております。はい、はい、じゃあ期間内に皆さんぜひお願いいたします。はい、じゃあ続いて4つ目の質問です。 PicCAD のオブジェクトとツイモーションのオブジェクト、どのように使い分けてますか。主にテーブルだったり植物だったりってことなんですけれども、こちら三好さんいかがでしょうか。はい、ですね、僕は今樹木した草は、PicCAD の 3D 植栽を 100% 使用しています。で 2D 植栽は、アングル変えるとペラペラになっちゃうんで使ってません。あと、ツインモーションの植栽は背景でのみ使ってます。はい、なるほど。はい、でもユスさんは主に PicCAD では植栽だけですかね。車はツインモーションで使ってるとか置いてるとかありますか。車のオブジェクトは、車は置いてないですね。もうドマのデザインとかが見えなくなっちゃうんで、置いてないです。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ特にファニチャーとか、典型物も使わずっていうことですかね。はい、もうファニチャーは置いてないです。置いてないですね。はい、わかりました。じゃあ続いてです。はい、5つ目の質問です。建物1棟のみでレンダリングをした際に周辺環境まで入れ込む時間がないとき、建物周辺環境はどのようにされてますかっていうことなんですけど、こちらも三好さんからお願いいたします。はい、でも本当に時間がないときはもう建物1棟だけで周辺環境は入力してないですね。はい、はい、じゃあ1棟だけでも時間がないときは出してしまうということですね。はい、もう特に支障なく出してます。あ、支障がないということですね。はい、ただ、周辺環境の入力も、2分くらいあればできちゃうんで基本的には入れてますね。さすがですね。2分ぐらいですか。2分多分かかんないぐらい。あ、同じですか。はい、じゃ2分が惜しいときはもう入れずにこのままでということですね。はい、もう何もしないです。はい。何もしない。わかりました。ありがとうございます。はい、次応答は、以上とさせていただきます。皆さんからのリアルタイムのご質問もないようですので、はい、お二人ともありがとうございました。最後に溝井より、リックからのお知らせの時間とさせていただきます。水さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、あとちょっとだけお時間いただきまして、ツインモーションに関するご案内をさせていただきます。ツインモーションの最新バージョン 2022.1、こちらの機能を、紹介させていただきます。はい、最近出た、このバージョンなんですけども、いろいろ内容の方ですねアップデートされているんですけども、2つだけちょっと、トピックスを紹介させていただきます。はい、まず1点目ですね、スカイドームという、球体の空がかなり増えました。で、こちらなんですが、今までってこれがスカイドームが出る前って空のバリエーションが少なかったんですよね。で、かなりのこうバリエーションが増えたので、この辺、嬉しい機能追加だと思うんですけど、この辺、三好さん、いかがですか、スカイドーム。あ、ちょっとすごい量があって。多くてびっくりしました。はい、すごい使いやすいかなと、いろんなものがあってですね。そうですね、はい、これはもう本当に嬉しい機能かなと思います。はい、でちょっとパースの方を作ってみたんですけども、これがはい、スカイドームを入れてみたパースですね。はい、でもう一つぐらいですね。でこのスカイドームに、
まあ、空だけじゃなくてこう太陽位置っていうのもあって、この太陽の、まあこう光ですね、を反映してこういった映り込みとかですね、ができるようになっております。はい、窓ガラスもこう空が映り込んでということで、まあ、パースの仕上がりも上がるかなと、はい、思います。はい。二つ目ですね、パストレーサーというところなんですけども、これ新しいレンダリングが一つ増えました。従来のレンダリング機能は残しつつ、もう一つですね、パストレーサーというレンダリングが増えたんですけども、光とかですね、反射をより、まあ、正確に計算してレンダリングしてくれるっていう機能なんですけども、はい、こちらも実際ちょっとやってみたんですけども、はい、まずこちらは通常の今まで通りのツインモーションの、夜景のレンダリングです。はい、これをパストレーサーをかけると、こういう形ですね。はい、ということで、今置いてる照明ですね。はい、この辺を反映しまして、まあ、レンダリングのこう正確さが上がったっていうのが、パストレーサーです。はい。ということで、はい、こちらが2022の機能の紹介でした。で、インストールに関しては、皆様エピックゲームのランチャーを多分インストールされていると思うんですけども、こちらよりインストールが可能となっております。はい、で、最後ですね。はい、ツインモーションのサポートについてということで、弊社の方では、ツインモーションですね、サポートの方をしておりません。で、実際どのように使うのかってなったときに、まず一つはですね、エピックゲームの方でサポートサイトがございます。この中にいろいろなサポート情報が、あるのと、ディスカッションっていう項目がありまして、こちらですね、ユーザー同士で質問したり回答したりっていう、場もありますので、ぜひこちらも参考にいただければと思います。はい。で、もう一つですね。はい。こちらの YouTube のチャンネルです。リックの、YouTube の公式チャンネルですね。リック TV というのがございます。この中でも、ツインモーションの、操作方法ですね。基本操作の方を紹介してたり、その他のリック CAD の、まあ、裏技とかですね、効率する機能とか、まあ、いろんなコンテンツがアップされておりますので、ぜひともですね、こちらのチャンネル登録をしていただき、ご覧いただければなと、サポートの参考にいただければなと思います。はい。もう1週間に1回ぐらいこうコンテンツが上がってるっていうような。はい。水井さんも最多出演になっておりますので、はい、ぜひご覧いただければ。ご覧ください。はい。はい。リックからのご案内は以上です。はい。ありがとうございます。まだまだ三好さんにたくさんお聞きしたいことがあるんですけれども、あっという間に終了時間が近づいてきました。最後に、今後の三好さんご自身のツインモーションにおける目標とか挑戦がありましたら、ぜひお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。はい。ですね、探求心を持ち続けることですね。で、その過程で、まあ、いろんな発見があると思います。で、今回の、テクスチャーのテンプレートも、まあ、愚直に突き詰めた結果、できました。はい。なので、まあ、今後も新たにスキルや、マージャンテクニックなどのバージョンアップのためにも探求心を持って取り組んでいこうと思います。はい。はい、ありがとうございます。今年も、パスコンテストが開催されますので、2連覇目指して、ぜひ、応募いただければと思います。そして、ご視聴いただいている皆様からのご応募もお待ちしております。本日の実践テクニックを取り入れていただけると幸いです。三好さん、本日は貴重なお話をお聞かせいただきまして、誠にありがとうございました。また、本日ご視聴いただいた全国の皆さん、ありがとうございました。重ねてお礼を申し上げます。それでは、ありがとうございました。皆さん、さようなら。